パニーなんですよ。で、最近ね、最近なのかな、ちょっと前までなかったと思うんで最近だと思うんですけども、グランドセントラル駅のちょうど上側の階段の上側ですね、出口がない方なんですけども、アップルストアになってますね。今日来てね、ちょっとびっくりしました。アップルストアができていると思いまして、で本日はですね、せっかくグランドセントラル、ちょっとグランドセントラルのね動画はもう出しているんですけども、もう今回はねもうちょっと詳しく、皆様にねシェアできたらなと思います。まあ、こちらの駅はですね、まあ、数多くの映画やドラマでね使われていて、一度は見たことある方がいるかなと思います。で一周するとこんな感じで、すごい天井が高くてですね、綺麗な駅となっております。でここもですね、ベースステーションなどと一緒で、長い路線のね電車も走っている発着駅となっておりますので、まあ、基本的にね深夜じゃなければ基本的に混み合ってるかなっていう感じですかね。それではですね、今向こう側に見えてる場所に、以前ねマイケル・ジョーダンがやっていたステーキハウスが確かあそこだったと思うんですけども、あったんですけども、今現時点ではねマイケル・ジョーダンのステーキハウスは潰れました。残念ながらありません。でこのグランドセントラルはですね、結構潰しの効くところがあって、42丁目グランドセントラル駅なんですけども、基本的な、路線がここにはすごい通っていて、乗り換え駅でねよく通られると思うんですよね。ですので、観光に疲れて帰ってきた時なんかに、潰しとしてここで夕食を食べるみたいなことも結構できますんで、まあ、私もね妻と新婚旅行に来た時に、まあ、予定より時間が落ちてしまったりとか、まあ、ちょっと夜閉まるの早いんですけども、10時ぐらいには閉まっちゃうんですけども、ここもね結構有名なお店があります。で今これ撮ってるのが2019年の7月なんですけども、私が初めて来た時はですね、初めて来た時とですね、お店ももうだいぶ変わってるんですね。ですのでこの動画でお見せしたお店が、もし見てる方が来る時にねもうないかもしれないんで、それだけ押さえておいてください。もしかしたらなくなっちゃうかもしれません。ここは、ジャックトレスですね。ホットチョコレートとかが有名なジャックトレスですね。でここの食べ物屋さんもですね結構おいしいので、まああの、あそういえば私が言ってたなみたいな感じで、時間に追われた時なんかにね、予定が狂ってしまった時なんかに、ぜひねここで食事してみはいかがでしょうか。でここにはですね、シェイクシャック、ハンバーガーで有名なシェイクシャックもあったり、こんな感じで、ね、お寿司もあったりしますんで、基本的になんかいろんな種類のね食べ物がありますので、ニューヨークでね久しぶりに日本食が食べたいななんて時にも利用できます。でここのここダイニングコンコースって呼ばれてるところなんですけども、まあ、ここにはねもちろんお手洗い等々も設備がありますので、ここシェイクシャックですねありますので、まあそういう意味でもちょっとお手洗い行きたい時に立ち寄るっていうのも全然ありなんじゃないかなと思います。ここシェイクシャックです。でシェイクシャックはそこの正面で注文するんですけども、今むちゃくちゃ並んでますね。あれの一番後ろに並んで呼ばれるまで待つという感じですね。先頭になるまで。で、出来上がる、注文すると、ブザーみたいなのが渡されると思いますので、呼ばれたらね、取りに行くっていう感じです。
まあ、一応ね一周して、まあ、どんな感じのお店があるかね見ていただけたらなと思います。でもやもやサマーズにも出たマグルリアベーカリーのカップケーキ、まあ、こちら日本にももちろんシェイクシャックとともにあるんですけども、まあ、こちら有名なカップケーキですね。セックス・アンド・ザ・シティでとても有名になったマグノリア・ベーカリーのカップケーキで、こちらのピザ屋さん美味しいです。私も食べましたけどこれも美味しかったです。で、まあ、マグノリア・ベーカリーの、ね、カップケーキは一つがすごいちっちゃいんで、たくさん買いがちなんですけども、とりあえず1個食べてからね次の買うことをお勧めします。やはりあのアメリカのザ・アメリカっていう感じがしてむちゃくちゃ甘いんだね。でこちらのシューズ磨くお店も、あ、今日はやってますね。土曜日のね、日曜日だとクローズしてるのかな。日曜日だとやってなかった気がしますね。このコーヒー屋さんも確か有名だと思うな。ジョーコーヒー、あのロゴを見たことあるけど、これでちょうど一周できた感じですかね。ここが、フードコンコースと呼ばれている場所です。でドーナツプラントも入ったんですね。これは私去年来た時はなかったですね。こちらのドーナツもとても有名です。せっかくなんでね、こちらのピザ屋さんで食事してみたいと思います。今オーダーして、待っているところです。注文すると焼き直してくれるみたいですね。まあ指さしてこれ一つこれ一つみたいな感じで注文できます。一応ねランチタイムなんですけども、ちょっとね夕飯も兼ねてちょっと多めに買いました。何注文したか忘れちゃったの。このサラミとチーズと、あとチーズのやつですね。あとお昼はコーラにしました。それではいただきます。いただきます。でかい。これはうまいですけど、でかいですね。1枚で十分な気がしてきた。味はうまいですね。ピザ2枚とドリンク1個で17ドル、18ドルぐらいですね。まあ、これで2000円なんで、まあ高いですね。まあ、でも正直これ1枚で十分だと思いますので、ただ、まあ、11ドルか12ドルぐらい済むかと思います。こっちもいただきます。
パーチーズ。全部は食べれないと思いますけど、まあ、お腹がいっぱいになるまでちょっと食べちゃおうかなって感じです。で、このディナーコンコース、ディナーコンコースの、こちらの坂を上がってくると、こちらにね、オイスターバーがあります。このニューヨークでもすごい有名なオイスターバーで、絶対雑誌に載っています。オイスターバーですね。で、もちろんオイスターなんで生牡蠣がこちらで味わえるということで、9時半で閉まりますんで、バーなのに思った以上に閉店は早いです。ですけども、とてもね、おすすめのお店となっておりますんで、もし牡蠣が好きな方はね、ニューヨークで取れた牡蠣をね、食べてみてはいかがでしょうか。まあ、今回は、グランドセントラルの中を、紹介させていただきました。まあ、ちょっとこのグランドセントラル駅もとても広いんでね、ちょっと迷うかもしれないんですけども、まあ、このディナーコンコースってのは地下にありますんで、看板を見てね、ディナーコンコースもしくは地下を目指して階段を降りると結構行けたりしますんで、利用してみてはいかがでしょうか。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。